さあ、ここからがハイライトだ。平成仮面ライダーシリーズ、いつ終わってもおかしくなかったに対する、ネットの反応をお送りするよ。平成ライダー、ジオウまで途切れずにずっと続いてたのすごいよね。開始当初は石の森リブート枠だったんだよな。三部作予定だったとか、一作で終わらせる予定だったとか、ガキの頃クーガとタイム見てたけど、クーガは怖いしタイムは話わからんわでガオとアギトから見始めた記憶。ロボコン、仮面ライダー、キカイダーの石の森ヒーロー三部作枠だったはず。ヒーロー作品が俳優の登竜門扱いされるようになったのもクーガあたりか。ライダーとイケメン俳優がイコールにされたのはアギトからだったと思うから、ジョーとかカナメジュンとかは出てきたけど、登竜門扱いとかになるとそこからさらにもうちょっと後じゃなかろうか。戦隊とライダーの相乗効果だね。勇気のイメージだなぁ。女性向けの雑誌で特集されたり、いいとも呼ばれたりして主婦に人気みたいな紹介のされ方してた記憶がある。登竜門って言われ方はすでにされてたと思うけど、そこから佐藤健とか戦隊でも松坂桃李出てきたらまあ事実化する。当時まだ子供番組いじるクソ番組あったのが信じらんない。極楽とんぼの番組で冷やかしに行って、石田監督と鬼太郎がちぎれしてたの恐ろしい。散々 NG 繰り返して結局ドア開ける数秒しか使われなかったやつ。まあ今は公式が過去作いじるクソシリーズとかしてるんだがな。生身の役者も結構すごいアクションしてんなってなる。23年前のパソコン雑誌に載ってたインタビューで、監督がクーガの映画を作りたいとか言ってたの覚えてる。結局クーガ単品の映画はなかったな。クーガ映画化支援サイトもあったんだよ。クーガ、石の森リブートでライダーやるぞ。2、3作続けるかもね。アギト、クーガの続編やりたいけど五代くん戦わせるのはちょっと、パラレルワールドにするか。ユウキ、宇宙刑事のはずがライダーになっちゃった。ファイズ、キカイダーのはずがライダーになっちゃった。ブレイド、次の作品の穴埋めでライダー最後、響き、企画書ライダーになってる。カブト、原点に帰ってライダーやろう。電王、人気出すぎてライダー終われなくなった。キバ、俺ら前の作品のスタッフにボロクソ言われてる。ディケイド、キバの後ダブルのはずが、なんかバンダイからの無茶ぶりで戦隊おもちゃの兼ね合いで半年ずらして、オリキャス集合映画と過去作反則のアーカイブとライドの反則やれって言われた。無理。戦隊の続き方に比べてなんかこう、デコボコしてる。一気は毎回存続の危機を訪れてんな。今だと放送コードにいろいろ引っかかりそうな空が、外務高の時点で勇気までのはもう地上波には載せられないって、白倉がインタビューで答えてたから、今だともっと言ってるんじゃない。やっぱり平成ライダーって、見にくくないか？空がアギトと来て方向性違いすぎる。勇気の脚本よく通ったなと思う。硬派なヒーロー系からバトルロワイヤルとか、ミラーワールドとかカードとか、タイムリープとか設定異質すぎる。群像劇をやりたくてアギトをやったら受けはいいんだが、どうしてもヒーローが集まるところを期待されてしまった。という反省を生かしての勇気というのは繋がってはいる。よく通ったなこれと思ったのが、ファイズ初回の騎馬雄二人生転落劇場だよ。まあ、ダブル主人公の闇の方みたいなもんだし、父親の地上のもつれで襲われる牙より理解できるし。ウルトラマンの平成三部作を受けてもう一回テレビで仮面ライダーやろうよ。ってことからスタートしたらしいけど、とやかく言われながらも今の今まで続いてるの本当すごいと思う。インテリヤクザはむしろメタルヒーローシリーズ終わって、本格的に他所様の作品でやってくのかとか思ってた。お前が気づくんだよ、された。最近再放送で昭和ライダー見てるけどよくこれのリブートでクーガできたな。ってなる。ちゃんと見ると初代の要素もがっつり拾ってるんだけど、最高性の方向と完成度がすっごい。綾野剛の俳優デビューが仮面ライダーの一怪人だったと知ってちょっと驚く。ヒーロー起用じゃなかったんか。怪人ではあるけど、1話だけのゲストじゃなくまあまあ目立つやつ。平成ウルトラやらガメラやらの流れでそういう空気が出来上がってたとはいえ、ロボコンの後にこれだもんな。白倉曰く、小田切とか金目順が売れて細川さんとかも出てくれた上で兜あたりから大手の事務所が役者出すようになってきて、登竜門になってきたな的な感じだったらしい。勇気あたりの頃は大事な役者を貸せるか的な感じだったから、いろんなところから発掘することになったとか。
キャリバン出演でキャリアが閉ざされるって風潮が消えたのは本当にいいことなんだけど、ブラックの頃にはまだあったわけだから、そこから10年ちょっとで消えたんだよな。何が影響したんだろう。そこから大出世に至った人数としか。まさにクーガみたいな平成ライダーでしょ。もともとが石森先生の一周期になんかやりたいよねーって、ロボコンをかなり強引にねじ込んだとこがスタートなのはライブ感溢れてる。今に繋がる基礎を築いたはずのクーガが、平成ライダーの中だけでもトップクラスで異端な作品になってるのがなんかすごい。まあ、平成ライダーのノリの根底はどっちかというとクーガーとの散策が下敷きになってる感あるし。インテリヤクザが、兜あたりでようやく平成ライダーシリーズみたいな認識を持ったみたいに言ってるあたり、本当にふわふわした立ち位置で続いてたんだろうな。そこまでブレードや響きあたりで終わりそうな空気あったのによく続いてたな。東宝も松竹も等身大特撮やり始めたからね。東映としも止まれないなった。タイムテーブルびっしり引いて時系列の破綻がないようにとか、行動を思いっきりバイク走らせたりとか、今見てもよくやったなってなる。クーガが妙に神格化されてるのも合わさって、最近ではアギトがぼんやりと実質の平成1号的な立ち位置を築きつつある。小田城を呼べないのもあるんだろうなと、ジオウのアギト編見て思った。明らかにアギトも力入れてるって。行動バイクは顔だけ後から CG 合成とかやれば今でもできなくはないのかな。それよりロケの許可取る方が面倒なのか。そうまでして行動をバイクで走ってるだけの絵が見たいかというと、バイクアクションにしたって、正直たまにいつもの採石場とかでやってるやつで割と十分だし、強いて言えば頻度を増やしてもらいたいかなってくらいで。仮面ライダーって言われてもノリダーのあれでしょ。って人がほとんどだった時代だったな。小田城も話来た時は、仮面ライダーって言うと藤岡弘と木梨のりたけのあれだよねってなったみたいだしね。小田城オーディションで暴れたって話だけ聞くとマジかよ最低だなってなるけど、こういう背景あるのを思うとまあさもありなんだよな。下手したら1年間コメディーみたいなことやらされるのかって不安になるもん。風浪被害みたいなもんで暴れられるのはまあ最低と言って差し支えないと思う。何それ知らん。受かって俳優辞めようか本気で悩んだって話は知ってる。ほとんどノリダーの印象しかない時点で俳優として軌道に乗り出してる時に、ライダーやれって言われて、マジっすかノリダーのあれですよね、めっちゃやりたいっす。ってならんだろうし。今や逆にそのノリダーすら内包できるシリーズに、でも偽物の立場からしか言えないセリフを言う役として、ノリダー出すのは単に人気の立ち物っていう色物以上の試合は出せてたと思うよ。いくら人気あっても所詮立ち物のおふざけっていう自虐でもある。お前は本物だったんだよっていう偽物、いいよね。やっぱおかしいよオーバークォーター。これはちょっと悪ふざけしすぎたと思うマジで。クーガは何もかもシリーズ再始動のごたごたに乗じてできたやり逃げ作品みたいなもんだからな。同じ枠の戦隊がなんか続いちゃってただけで、別に毎年やるのが当たり前のブランドじゃなかったもんね。ライダー今はもう逆に何やったら終わるような事態になるんだろうって。クーガのタイタンフォーム見返したら結構ボコられてたな。子供の頃は無敵のイメージがあった。インテリヤクザはアギトのことそんな語らないけど大切にしてるよね。ジオウは言わずもがな。ディケイドの時も凝ってたし、小田切出れないから実質サイコさん主人公なのもあるんだろうけど。翔一くんもそうだし、アナザーアギトも出せるってのがでかいと思う。ギルスもどうか願います。長年続けるとデコボコで見にくくなるのは確かだけど、それはライダーだけじゃないしな。面白え。って部分だけつまむ感じで気づいたら2桁年付き合ってる。つってもなんやかんやクーガが平成ライダーに残したものは割と受け継がれてるよね。一番異端ではあると思うけど。バイクは結局クーガで売れなくて、アギトでもう一回チャレンジしたけど売れなかったと、白倉がアメトークか何かで言ってたと思うからもう無理に力入れないだろうなって。バイクアクションめちゃくちゃ頑張ってたよねクーガ。頑張ってたけど謎のバイクアクション合戦は吹く。追悼も兼ねて、ロボコンとライダー復活させるかで結構人気あったメタルヒーローがとどめ刺されるんだから何があるかわからんね。小田城がジャリバンやりたくねえって態度取りまくってたら合格したの本人からしたら、まあ嫌がらせかと思うよね。20年くらい経ってみてから振り返ると、クーガがすごく異端に見えるけど、ブレードくらいから振り返る分には地続きは感じると思う。
って感じの距離感だと思う。空が